ート俊介でブワーン、今日はビート俊介でバーだ。 J リーグ超多分2人ほど紹介させてもらって、もうさすがに強いやついねえかなと思ったら、ビート俊介強すげえな。おい、足がめちゃくちゃ速くて2列目からの飛び出しでドリブル数値が高いってのはよくわかんないけど、決定力高ー。ってことで、まあスピードとかめちゃくちゃ振って、とにかく種にバーって走ったら全員ちぎれて、そしてシュートったら絶対入るみたいな最強の2列目飛び出し作っちゃったから、これちょっとみんなで堪能してこうや。ほえ、まあ、ちなみにスーパー飛びだから後半から放映します。後半から放映するということは前半が暇になっちゃうんで、前半のこのアントワーヌ・グリーズマンを使って、まあ、ビト・シュンスケとグリーズマン一体、今日はどっちのメイン業なんだっていう、熱い戦いを繰り広げていく。はい、富安、はい、ロドリー、はい、ここからダニーロが前から行って、で、まあ、シュートとか打たれたら困る。でもなんでこんなね、普通なね、なんかその企画やってんだって話なんですけれども、最近負けすぎてるからね、威厳を取り戻していきたいということで、ダニーロに、はい、グリーズマン。ああ、いいっすね、グリーズマン。結構なんか、だから普段使ってるショータイムよりもパス能力高い感じわかんないけど、にゃーん。はい、で、バースだぜ。いいぜ、パスコースを作ってからそこにボールを差し込んで、ふーん。こうやってちょっとずつ進んでってから、そろそろグリーズマンのプレイ見た。あ、ありがとうございます。二人が仲良しってことよくわかったよ。レーニュード。さあ、で、まず差し込みます。これがね、リベリーなんですよ。ダブルチ。やれるっしょ、グリーズ。決定力高まったかもしんねえけど、シュート打てなかったら、モクスじゃねえか、お前、ロードリー。うん、ネスター、大丈夫かな、これダブルダッチが怖いですけども。それでも、突っ込んでいくのが男ってもんだろ。おーい、今日は真面目にやってるから負けないでくださーい。こっち、はい、こっち、です。こっち、おい、もっとしっかりサイドとか使ってさ、攻めていかねえとさ、今日も沼って、おい、クリスマー、この後でやったのかー。こっちだ。バカめ、分かっておるぞ。しかも、チャルハンノのディフェンス鉄板85、よく覚えておくがよいわ。これはね、ですね、似てーじゃあこれ結局もらおう。最近サイドのなんかドリブル突破が苦手だからな。これも今日は改善させていただきたいと思いますけども、またしてもグリーズマンだ。いけ、お前はグリーズマンじゃない、デニス・ロッドマンだ。ダニーロ、はい、胸、ここ、メッシ、いける。いや、メッシだからな。結局ね、グリーズマン一人じゃこの程度なんですよ。1点取るのが関の山で、ここに水戸俊介、オフェンシブミッドフィルダー、まっすぐ行ったらゴール目の前というところで使います。ティンダーマッチング成功。ロードリー、ここ、ミトシュン、あーお前、ミトシュンに出してやべ、リンガムじゃんよ、お前。ゲームチェンジパスがどうのこうのじゃねえのか、お前。おー、ここは一旦ロドリで戻っとけ。間違いねえ、枚数が怖いからな。おい、何やってんの、富安は。いけいけ、日本と走れ、危ない、危ないよ、危ない危ない、入るんかい。なんでその感じ入る、そんなの意味ないんか。じゃあな、俺の努力返せよ。間違いなくするべつ、ミトシュンスケ来た。いやー、あー、ダブルタッチの角度は悪くなかったんだ。俺じゃない、言うところが悪い。三田俊介頑張ったろ。ロドリー、三田俊、三田俊、ナイス、ベニンガム、最高。タレ入れちゃいます。で、レオンがボールキープして、三田俊介飛び出した。これ、これ、これ、そういうことだなダブルタッチ優しい、シュート優しい、だが強い。水のより激しく、花のより優しくですな、こいつマジ。体現してるバズリスク、己の体一つで。ない効果理由だな、半端ねえよ、ラップ始めたの効果理由っつってね。これはベリンガムが来てくれる、ワンタッチパス。いや、ここで水戸俊介違うんだよな、繋いでる、トラッチ、ここバスト、いけ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 、伊藤俊介マジで。富安が来んの？悪くねえか、取ってくれるんだったらな。危なくない、危なくない、危なく、危ねぞ3点も取られんな、マジで。一回だけ、一回だけ示させるでしょ、ほんとに。一回だけ、一回だけ、一回だけ、一回、先っちょだけに、先っちょだけでいいか。
1-1向いてない説。まあ、e フットボール向いてない説に関してはね、まあ、これまでの動画で証明させてもらったんですけど、まあ、今回ね、ちょっと4-1-4-1が向いてないんじゃないかということで、4-3-3に変えてきました。てか、3点も取られんなよ。なんでいとも簡単にあんなバカバカシュート打たれるなあ。三戸俊介絶好調、全部使います。この後のスーパーサブ関係ねえもんな。もうグリズマン持ってくるの忘れてたな。負けんぐ、負けんぞ俺ら。決定力90の人間はゴール前で1対1だった時に、絶対に決めなきゃいけないとか決めるようにしろ。誘導しようがりんだよ、結局。誰が言って誘導なんだよ、結局な。何をするわ。いいね。水戸助、持っていきます。ネスターを回り込んで抜く。ダブルチェ抜く。痛い！おりゃあ、コーナーキックもらうぜ。お前の水戸助をキックした後にもらうコーナーキックあげましょうぞ。お前、白準備できてんの、マジで。ネイマルがばあ。ニアサイドの、この男、水戸助が飛び出してきた。僕はおつけ。そうだ、いい子だ。次の僕は。そうだ、お前が運んじゃっていい。そうだ、カエルウォーカー、お前サイドバックは攻撃しちゃいけないって言ったことねえだろ、バーカバーカしね。水戸俊介、ほら来た。偉いね、この守備意識見分けたもんだ。スピード速いからね、やっぱりな。ディフェンスでもそれを応用可能と。左側張ったところネイマールですね。ネイマールが運ぶんだろうなって思ってるでしょ。違うんだよね、ここ水戸俊介飛び出してきた。サイド使っちゃう。その後もう一回水戸俊介、あ、ちょっと待って、なんか違ったな。あ、まあまあいいか、これは取り返せばいいからね、結局な。水戸俊、本当に動かしちゃった。うわー、スライドドリブとかそういう系に関しては、やっぱ今度に比べたら若干ぎこちなさありますけれども、縦にバーって行った時のスピード感、これに関しては間違いね。つまりどういうことか。こういうこと。で、こうしてこう。そりゃー今なんで取られんかって普通になんかドリブルしとったけど。ネイマール。俊介。お、ロッキーじゃん、ほつれたな、相手。さすがにネイマール。もらったっしょ。入んないことねえから！おかしくない？いや、もはやこんだけずっとeFootボールっていう一つのゲームをやり続けて一向に成長しない。これも一つの才能だろう。やばくねえか、そう考えたら。俺よりも長い期間eFootボールやって、俺よりも成長してない人間いるの、ちなみに絶対いないよね。あー、戻せるか？いけるか？よし。そこだ。そういうプレイを求めていた。走れ！それだ！それだ、見といてくれ！いけ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 ！ダメだ。クズの人間になんかその囲まれた瞬間には火が消えちゃうから、それだけなんとかしないと、その兵庫将軍かわいそうだから、ロドリー。あ、ちょっと待ってな。左。立て。見といてくれ。来たー。行くわ、そのまま。ぶち抜きます。ぶち抜きます。まだ行きます。まだ行きます。それが、それが見としゅんすけ！それが見としゅんすけ！そう、まだだ！まだある！あー！ロドリー。いや、ロドリー、ちょっと、ライン避けすぎ、お前ら。ちょ、お前。危ねえ、ガチで重いのか。ゴールス最高にな、な、な、な。さっきから同じことの繰り返して。手ぶらに。うわぁ、ケツついただけかよ、お前。そこでしっかりボール奪い取ってなんぼだろうが。うん。ミートシュンすげえじゃん、これよ、ボケ、これカッソーラー、このアットデスピードの相手の手玉がピャーで、アットデスピードのシュートドーン、これ俺、おっしゃ俺、俺マジでクソ嬉しい、お前が、お前が何か動いた、ミト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 。俺はこの試合に勝って必ずディビジョン3に行く。情けない。何がディビジョン3に行くじゃん。死ねよ。てか、お前ミトシュースケ、あそこでさ、縦ドリブルを優先して、あれそれで、水戸はまっすぐトントンターン、これですよ。覚えとけまして。下コンの風やからの、水戸そんなお前は水戸をない、水戸だけに水戸、お前後半から出てきた赤月だ、しっかり点取ってくれよ。かますぜ、雑魚が。いや、俺はもはやもう前半だけで試合を決めるくらいの気持ちで頑張ります。マウス壊れました。ここで、シャス。で、ここで、一発すれば、いいね、コンのお前。コンの何でもさすぎて、あいつは、デリスロットマン、止めー、いけ、もういけ、リバウンド、リバウンド、ネイマールが制せない。抜くわ。それがイーフボールだ。うますぎー、マスタイコ、これこそ私グレーマチャンネルや。いて、おわー、ソラウォーカーですからね。ただます、それまで、これは今度風がワンパイロ。うわ、うまー、こいつ全てが決めた。じゃじゃ、痛いってじゃ。じゃ、お、お、ちょ、ネイマールよけた、死ぬか、ボケ。はあ、やってない、やってない。ちょっと、こんなパスじゃない。パスじゃねえよ、こんな。なんだこの石になったネイマールは、森王子を飾っとけ。あーい、あい、あい、お猿さんだ。立てます。ナイス。このカウンターで決めます。見ててください、皆さん。ここです。風邪をむ、こんなシーン、わあ、わあ、なんでだ、こいつも普通に水を吸い続けばりと決定力持ってるけどね。僕は、その、よし。栄光、来た。もった。しゃっと
の決おい、お前らの売りは決定力なんだよ。逆足と知らねえよ、決めろバカ。水戸俊介、もしかしたらお前は今不調で苦しんでいるのかもしれない。だがそれ以上に俺の方が苦しい。俺を救え。よし、ロドリー、リベリー持ってく。これ大事ですね。いや、スルーパー蹴りたいという気持ちは大いにあるんですけれども、私は勝利以上に求めているものがある。実はね、それは何か。それは勝利だ。死ね死ね、クソ。どうしよう、サイドな、おそらくあれ水戸俊介やってんだろ。リベリーか。じゃあ水戸俊介は走行か。素晴らしい、それを待っていた。運ぶー嘘でしょ、お前金文みたいにした。後ろから富安、前からロドリー、モドリッチ、これだっていけますわ、空いてますわ。レオン、それば、そう、水戸俊介のワンタッチするバスも熱い。こっちもこっちでできるってわけがまで本業じゃねえけどな。いや、俺は知ってる、ここに水戸俊介現れること。ほら来たぞ俺どうじゃボケこら、お前らディフェンダーが一瞬足を止めたその瞬間に水戸俊介がシューン。たまんねえや、水戸俊介のああいうところがや、スルーパーですね。これ飛び出しますよ。前行く、前行く。それでもな、一体どんなことがあると水戸俊介は前に行く。止まらない絶対。レオン、こっちスルーパーで、でリベリーが行く。見てくれて、ダブルタッチか。水戸俊介回れ回れ、まだ行ける。諦めた、あー諦めた。まあいいか、時にはこの試合勝てるぞ、間違いない、俺には確信がある。飛び出す水戸俊介、行け！お前一人の力でゴールを奪い取るんだ！うわぁ！サッカー11でやるものだった。リベリー、やばっち。いやぁ、ここに行かしてほしい。よっしゃっしゃ、リベリーちゃん。リベリーちゃん、来たぜ、おい！水戸俊介、お前の気持ちは、このリベリーが継ぐ！くたばれーちょ、もうそれはいいから！あと1分、耐えろ耐えろ耐えろ。マイケルってよし、もうプライドも何を壊せる、マイケル。プライドも何を壊せる、シャー！意外と早期を取り戻せ、ディビジョンスリー復活。水戸俊介のサード、ディビジョンサードサードということで帰ってきたぞ。この流れに乗ってそのままディビジョンは行っちゃうからって気持ちでやっていきますよ。私はバラバラね。元気そうで何よりでござった。てか本当にこんな風強えな。なんか使えば使うとたまんねえな。え、水戸俊介これでしょ、こんな風はこれでしょ、鈴木純也おもちゃでしょ、千葉でしょ。いや、いいと思うけどね。グリーマン、ビエラサイド、こっから先は本気で行かせてもらう。俺はグリーズマンを使わせ、そしてボールをキープし、飛び出せ、この風。お前は食う、たまんねえ。おー、さすが歩いてるだけで棒になる男。風はこのブロッカー、風はこのブロッカーいっちゃう。いいね。で、ビエラでこれ、ブロッカーで、風はこのブロッカー、きたー。完璧すぎる、あまりにも。このカーソルチェンジがたまらないで笑いに、ワイの中で。ここから、ビエラ使ってすればすごいな。これで若干時間使って、この風が、ここすれば、ビエラ、ビエラ、ビエラ、うまい、ピロカズヤ。あ、これがトリプルタッチ、男の。うわー、ちょ、邪魔っすよ、マジで。あ、あなたのすごい聞いたな。あ、ピルロが行っちゃっちゃー。おいおいおい、マラドーナなんで、お前、こんな風の、お前、あれだろうが、南米版だろうが。それは来た。グリザン、中の、そういうこと。いいね、グリザン、カズヤ、今度、うわ、待って待って、やだよお前。あの、お前なんかもしかして IQ2 になっちゃったんかってぐらい言って、そう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 。あ、ビエラー何事もなく終わった。ちょ、富安何やって、お前ちょっとこれさ、俺浮くないやけど、マジで富安がなんかネスタとなんか一緒になんかソイネスタしとるからさ、こうなったんじゃない。あと45分、水戸俊介使ったらもうどうなるか、お前終わろう。でもつまらん、38番、ほらこんなずるだろ。いっぱい攻めたらさ、うわ、いっぱい攻めちゃったからっつうからボール返せよ。そういう心遣いができない人間が多いから今日本の GDP で下がっとんじゃない。もうこれで決まっちまったな、水戸俊介でゲーするしかねえ。俺には水戸俊介を開幕使います。この状況からでも使い、水戸俊介いますか。います。リベリーを使う、スルバでやっちゃう、仲間とこうぜ、ダブルダッシュしようぜ。うっちゃ、うわあ、もうなんだなんだなんだ、そのちっちゃいシュートはビーダマンか貴様。うん、いいね、俊介水戸。これね、ちょっともうちょい前めであったらこれれば嬉しかったんだけども、これから水戸俊介の爆速ボール出して、これクイックドロー、こわー、うわー、うわうわうわ。結局なんで俺がこんなに高いボール奪えてるか、水戸俊介割と水戸俊介ゲーしてるかもしれん。結構忖度なしで俺の得点すべて水戸俊介関与してるってやつあるのこれ。いやー、いいぞ、1点取ったことによって言うところがどんどん楽しくなってきた。ビエラがコース切っちゃって、アイムバッペも行っちゃって、アイに水戸俊介、富安武宏だ。やっぱり漢字の人間は信頼できるな。デブライネ、それまで、おいよ、やど
走ります。これがさ、もう邪魔だろ。いいんだよバカ、笛鳴らさなくて参ってんだからよ。としてこれで縦パスをいかに差し込んでいくか、ここでしょ。なんでそうなった、そういうことなんよな。みんなには見えたかな。ミトさん、マジでじゃんけんくん。リスクを持って前から突っ込め、それで勝てる。突っ込め、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 突っ込め。おー、89じゃ時間足りないよ。エンバペ、勝て。お前は空中で勝つしか、うちには勝利の道はない。ありがとう、エンバペ。全部返せ。検証結果、見た。